はい、こんばんは、こんにちは、ゼロです。まるちゃんです。今回ですね、ちょっととある場所のなんかたまたま見つけた廃墟的な場所に来てるんですが、危険です。なんだこれは、これなんや、これね、この階段が怖い。これなんだと思いますか。なんでしょうね、これ家、家、いや家じゃないな、廃墟だけど、なんだろう、なんか跡ですね、ほぼもう朽ちてなくなってる何もない、朽ちてもうほぼないという状況の、これサンマ、サンマ残留物ですね、唯一ある残留物がサンマ。あ、そっちも家になってるんですかね。なんだろう、怖いな、落ちそうです。あれ、これは何やろ、何やろ、何やろ、これでも何かあったんでしょうね、入り口が、何かあったとか、入り口が、ね、結構規模は広いんですかね。うわ、すごいね、結構広いみたいですね。広い、トイレ、トイレ、学校、学校ですかね、これは。これは何ちゅうところなのかもう分かんないし、なんでほんまにたまたま見つけた場所なんで、足元気をつけてください。やっぱ落書きはすごいな。これ2階ありますよ。厨房室って書いてる、厨房室、これそっち行けますか。これ見てたらやばいな、これは、これは向こう行きたいけど、向こう行きたいけど、すげえ、すごいっすね、怖い。ゼロさん気をつけてください、ね、はい、あ、怖い。あ、こっからね、足の土台があるみたいでいけますね。大丈夫ですか。危ない、やば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 い、すごいね、これなんすか、こんな廃墟初めて見ますよ。はい、ちっちゃいんかな思ったんですけどね。めちゃくちゃ広い、広い、神棚ですね、もう絵がすごい、残留物の毛は、わ、これね、すごいですね、あ、これすごいな、もうところどころ抜けてる、これたまたま見つけたにしてはね、今から行くところよりは全然いいかもしれないですね、もしかしたら。なんで消した、なんで、なんで、なんで消した、なんすかこれ、なんで、ようわからん、不気味な、不気味ですね、これ一体何の廃墟なんかっていうのもわからないし、ね、けど大丈夫です、敵にはすごい残ってる、すごいな、はい、まるちゃんは久しぶりですね、今回撮影は、ね、久しぶりです、はい、ダメですよ、鍵、鍵がバカになって、行けます、峠道なんですね、横が、すごいな、これすごいですね、ここは結構興味深いですね、残留物の嵐、なんじゃこ、なんですか、
これ荷物かなんか置いたんでしょうね。あの予想だにしてませんでしたけど、ここはこれね、ほんまにねすごいな、すごいですね。ネットにも出てない廃墟ですね、うん、もうね、ほぼ朽ちて物自体がないって感じですね。はい、さっきのトイレですね、これは旅館かな。でもこんな道渡りにこんな旅館みたいなの作る、作るんですかね。もう焼けて、うん、で、2階行きますか。行ってみましょう、はい、トイレ15あります。トイレですね、ここ。よいしょ、トイレの中身は朽ちてんな。あ、可愛らしい、すっごい朽ちてるんだね。やばいですね、ここは。思いの収穫っていうか、やっぱ絵がうまい。これはどこに通じる道なんですかね。外に出ちゃいましたけど、もしかして旅館の入り口みたいな。ああ、なるほどね、ここから入ってきた。なんでバックですね。なるほどね、ここから出れるんですよっていう、あの危険な道行かんでいいんですね。なるほど、なるほど。でもこれで全部埋まったんですかね、っていうことですね。行けてないところは、あれお風呂ですね。お風呂、お風呂行ってない。お前は怖い。やばい、これ、あ、怖い怖い怖い、抜ける抜ける抜ける、これ抜けますね。行きたいけど、行きたいけど、どうやって行けるかな、あっちには。いけない、すごい。これね、下すごい崖じゃないですか、落ちたら死にますよ、はい、死んじゃいますよこれでも行くのが自分だです。あー、崖から落ちる。うわ、行けた行けた。露天風呂、露天風呂ですね、これ旅館ですね。大浴場、大浴場、すごい、はあ、これはすごいな。これはただ単にほんまにすごいですね。なかなか興味深い、感動、感動を覚える背景ですね。ね、これ落ちたらたまらん。ではね、早速お風呂に浸かります。浸かりましょう。はい。よいしょ。湯加減の方どうですか。湯加減はですね、超寒いですね。ちょっとお湯出しますね。はい、お願いします。はい、まあそんな感じで昔はあったんでしょう。はい、ね、これ戻るのも怖い。これもね、あの第1部とかじゃなくて多分単発の。あ、ここ安全だ。私は行ってないんですけど、さっき行ったらね、もう行けるところが、やばい、これやばい、やばいよこれ。もう抜けてて、これはかんない、怖いですよ、ね、これは無理やわ。これ何もないです、こっちは何もないです。これ行ったら結構危険って感じですか。あ、危ない、危ない、気をつけてくださいね。危ない、ギリギリ行けましたが、お風呂です、お風呂、お風呂。あ、すごい、お風呂、お風呂。危ない、うわ、すげえ、お風呂、ちっちゃいお風呂、ちっちゃいお風呂、ちっちゃいお風呂がありますね。怖い、車が来るんですね、ここ結構だ、すげえな、すごいですね。しっかりと漏れないように戻りますか。これ戻るの結構大変ですよ。あ、怖い怖い、これはよいしょ。これで、ね、この旅館的な謎の旅館ですね。ね、
は全部回ったってことになるんですかね。入り口どこなんですか、どこの旅館の。わかんないですね、さっきのところ、ね。まあ、でもあそこ砂利道なんでね、砂利道ね、帰りはあそこから帰りますか、ね、そこ、ここがね、帰り道です ね、 ね、この旅館の入り口っていうのは見なかったんで、場所は言えないです。どこにあるかっていうのも言えないんですが、もう潰されてる。これ焼けてるんですね、火事かなんかで。ぽいですね、焼けちゃってないんです ね、 ね、はい、すごいな。こっちに何かありますよ。これ来た道ですか。来た道ですね、多分。ここが入り口なんですよね。ああ、こっから入っていって、ね、すごいな。火事ですね、これは。火事ですね、何があったのかもうすら分からん。このもう全てがなくなっちゃって、旅館とっていうより、なんかあのあれみたいですね、なんかあの信者が暮らしてるところ、宗教的な感じですか。そうです、宗教的な宗教施設ですかね、には見えないっちゃ見えないにしては、旅館にしてはだって泊まる部屋がないでしょ。ああ、そうですね、でしょ、お風呂をかけるとこうしかなかったのと、いああ宗教施設っぽい、宗教施設っぽいね。これ裏口かな、裏口です ね、 ね、これがタンクです。タンク、もうね、危ないんです、ここほんまに。ここさっきの床下か、床下ですね。冗談抜きで滑って、あ、ここで大浴場来るんですね。なるほど、はい。なんでここは外のもう崖ですね、これ、うん、全部。これ宗教施設でいいですかね、泊まる店はなくて大浴場とかあるんですか。何屋さんなんでしょうね。え、まあ、まあ言われてみれば、はい、宗教施設なんですが、部屋、旅館の部屋が全くない。そうなんですよね、はい、こうなるような感じで作られてるっていうんじゃなくて、なんか集まって ここで集まって、ね、なんか宗教的なことをしてるんでしょうか。ねえ、これちょっとネットでね、ちょっと調べたらなんかそういうのが出てくるかもしれませんが、なんせ名前もなんかわからないんで。そうなんですよね。これなんですか、ね、お前と二人。歌ですね。なんかすごい古い。ゲラーの歌。古いのか。ねえ。そうですね、次の場所に向かいたいんで、ここの探索はそろそろ終わろうかなとは思ってるんですが、まあ、これで多分全部見たとは思うんですね。こっちも行きましたね。全部行ってますね。ここ大広間でしょ。危なっですね。ここ大広間、さっきの大広間ですね。なんか名前的なもありましたか。いや、探してるんですけど、新聞ぐらいですね。2012年。これは多分ある方が大好きな大好物なものがありました。ではならぬものを見てしまった、ね、絶対ありますよね、こういうところってね。ありますね、絶対必ずあるね。うん、すごいな。これどこに繋がってるの、これスピーカーですか。カラオケシステム、この施設もあったみたいですよ。旅館っぽいっちゃ旅館っぽいですね。旅館っぽいですね、なんか作りの、はい、ね、もう崩れて、はい、この上も屋根裏ですね。今帰り道取りましょうか。ちょっとこの裏に行ってみたいな。はい、何かある。あ、なんか出口ありますね。出口ありますか。はい、こういう道かな。いや違うか、かこれ入り口か、これ。いや違うな、なんだここは。あ、でも階段ありますよ。あ、ほんまですね、うん、うわ怖い。あ、さっきのドアあそこですね、閉まって開けいけない。なるほど、ね、
ここか、はい、これが多分看板ですね。旅館かな。ああ、旅館ですね。なんとか館って書いてますね、はい、これ看板やね。じゃあ、あそこの階段登って帰るか、さっきのところを帰るかですよ ね、 ね。出口がどうなってるかわからないですね。すごいな。釣りしたお魚さん釣れそう。すごいですね。あ、これ階段怖いな。これ。これは無理やね。すごい怖い。これは無理だわ。無理ですね。なら行き道から戻りますか。ね、はい。なんとまあ結構。いいですね、ここは、ね、隠れたスポットですね、はい、こんなところがあったんかっていうか、ね、旅館っていうか、なんかレストラン系ですね。あ、レストランのちょっとでかいバージョン系みたいな、ね、大浴場があったり、なんとかお風呂とかも入れるレストランもついてますよ的な感じです ね。 ね、部屋中部屋がなかったんで、そんな感じじゃないんですかね。とこっちですね。でね、前方をね映しちゃうと、ここは多分走りのスポットになってるんで、分かる人は分かるかもしれません。はい。なんでそういう前方は映さないで行こうかなとも思います。じゃあ入り口の方に来ましたんで。いてててここですね。屋上、ここですね、屋上はこんな入り口なってるね。だから ここ自体がもう全部敷地なんで、ね、まあ、旅館やったんでしょうね、はい、な、締めに入りますんで、はい、んな、今回は謎の旅館ゼロでした。丸でした。またね。バイバイ。